懐かしいですね、このオープニング。今日はですね、ユタボンは中学校に行くんですか？ずっとヤフーニュースで見てたんで、俺が中学校に行くのかどうかっていうことについて話していきたいと思います。まあ俺は小学校1年生の時と2年生の時は普通に毎日楽しく学校に行っててんけど、3年生の時に周りの子たちがロボットに見えて、でその時の先生に暴力を振るわれて、さらにその先生は暴力を振るったのに、暴力は良くないですね。俺は不登校になってんな。で4年生の時に大阪から沖縄に引っ越してきてんけど、それからは行きたい時に学校に行ってて自由登校やってんな。それからはまあこの前の動画でもアップしたけど、小学校は卒業していよいよ今年度から中学生になんねんな。でも俺は中学校に行く気はありません。これみたいに自由登校する気もないし、制服とかも買ってないんですよ。っていうかそんなん買ってくるくらいならもっと楽しいことに使った方がええやんって俺は思ってるから、これからも制服は買ってもらうと思う。終わってません。だいたいなんでみんなで同じ制服を着なあかんねんって思うし、小学校の時も私服やってんから中学校も制服とかなくていいやんって思うねんな。でなんか中学校から生徒心得みたいにもらってんけど、これはほんまやばいのばっかりで、まあこれに従ってからみんなと同じロボットになるだけやから、俺はこんなくだらんのに従うつもりはないし、こんな中学校にも行く気もない。あでもちょっとだけ読んでみて。ユタボン、さよなら。いやー、非常に残念極まりないって言ったらもう、まあこれに、この言葉に尽きるんですけど、まあ、冒頭見ていただいたビデオっていうのは、まあ一番最初に中学に上がった時に彼が出した、動画になってるんですけども、まあ結局、彼の言ってることは、その時その時で都合がいいことを言ってるだけっていうのが、もうこの3年間でもう証明されてるし、なんならずっとそういう風にして、こう父親に言わされ続けてきたっていうのが、もう皆さんお分かりだと思うんですよね。まあもちろん知らない方もいらっしゃるし、まあしょうがないと思うんですよ。なんでかっていうと、興味がないから。そう、ユタボンに対して興味がなくて、まあ不登校だけど、YouTube を頑張ってて、で、こう、これから高校に行くのか行かないのか、はっきりしないけど、まあなんか受験して、で、結局不合格だったと。っていうことだけしか知らないような方が、まあほとんどだと思うし、まあそれはいいんですよね。別にそれは、まあ、単に、先ほど申し上げましたけど、興味がないから。興味がないから、なんかその、表に出てくる情報だけを、こう、汲み取ると、そういう風な感じで、結局2年半、3年の2学期から中学に行って、で、高校受験しました。で、落ちました。っていうだけの話になっちゃうんですけど、でも、追ってる人からすれば、もう明らかに、パフォーマンスでやってるとか、そういうのがもう見え見えなんですよね。で、冒頭の、ビデオでもあったように、ビデオっていうか、まあ、彼が上げた動画にもあったように、元々は彼はもう、中学なんか行くもんじゃねえと。こんなものをやってる。中学に行くと自分までロボットになってしまうと。だから中学には行かないんだと、いうふうなことをおっしゃってましたけど、3年の2学期になって、いきなり登校しますと、言い始めたんですね。で、その登校しますっていうことに反して父親は、まあ今まで通りの、ツイートをしてたと。で、これは、親離れが起きてるんじゃないかと。反抗期が起きてるんじゃないかみたいな、そういうことを言われてたけど、結局、なんか、講演会で一緒に、ユタボンの親子と、出てるのがバレて、で、結局これは反抗期じゃないなと。何かしらの、ビジネスというか、何かしらの、お金が生まれるから、お金が生まれる可能性が高いから、彼らがこの方向に踏み切ったんだっていう風な判断をしてるだけなんだっていうことが、もうバレちゃってるんですよね。もちろんそれは追ってない人に、追ってない人というか、もうユタボンに興味がない人、にとっては、知らないことだと思うんですよ。でも、僕の X をフォローしてくださってる方って、結構、ユタボンくんのことを追ってる人が多いんで、分かっちゃうんですよ、僕も。だから、あ、これは、その時その時で、自分たちにとって都合のいいこと、目先のお金を優先してるんだなと、目先のお金が手に入るから、こういうことを言ってるんだなと、インプレッションを稼げるから、こういうことを言ってるんだな、やってるんだなっていうのがもうバレバレなんですよね。だから、この半年ぐらいかな、学校の友達と一緒に遊びましたって言ってるけど、最初のビデオでも、自分はロボットになるから行きたくない。学校に俺はロボットになるから絶対行かないんだと。制服すら買わないんだっていうことを言ってたにもかかわらず、まあ2年半の月日が流れて、結局自分は、ロボットだと見下してた人の輪に入ろうとしてるんですよね。これはね、非常に滑稽なことだと思うんですよね。で、それに対する弁明も、があれば全然違ってくると思うんですよ。例えば、いや、今まで、
見下しててすいませんでしたと。これからは、輪に入ろうと思います的なことがあれば、また違ったユタボン君の見え方がすると思うんだけど、それもない。で、これって、なんか、割と若い人あるあるというか、まあ、自分もそうなんですけど、こう、僕、ロックとかメタルが好きなんで、僕が高校の頃なんだっけ、三代目 JSOUL BROTHERS 的なやつが流行ってたんで、あんなのは音楽じゃないと。あんなやつ、あんなのを聞いてるやつはもうバカなんだと、そういう風なことを思ってましたけど、今は全くそんなこと思ってないんですよ。まあもう高校卒業する頃にはもうそんなこと思ってなかったですね。まあなんならその、なんていうかな、本人、その三代目が好きな人にはそういうこと絶対言わなかったし、まあ、そこはうまくやりくりは僕はしてたつもりなんですね、僕なりに。だけど、まあ、ユタボン君は表に向けて発信しちゃった。その言ってはいけないことと言っていいことの差が分からなくて発信してしまった感がすごいんですね。で、しかも、まあ、僕はまだ音楽の好みの話だったけど、ユタボン君は、全体を敵に回しちゃった。学校に行ってる人全体を敵に回しちゃったっていうのが、これが非常に大きな失態だと思うんですよね。で、しかもそれを父親が、やらしてるんじゃないかと。父親がずーっと X で、つぶやいてたことを、ユタボン君がそのままコピペをして流してる、YouTube で流してるんじゃないかと。そういう風な疑惑がずっと絶えなかったし、実際にそうだったんですよね。で、誰だったっけな、なんか有名な、なんか議員だったかな、議員か、なんか教師だったか忘れたんですけど、そういう人が X で、ユタボンの父親のツイートに反応してまして、いや、あなたの育て方が悪いんですよと。あなたの、そういう思考回路が悪いから、ユタボンが今こんなことになってるんですよっていう風なことを、なんだっけ、リポストしてまして、なかなか痛快やなというふうに思いました、ね。結局、そういうところなんですよね。親子を合わさって、学校を敵に回して、学校に行ってる奴は全員ロボットなんだと。まあ、で、不祥事が起こった時に対しては、お前は学校に行ってたのに、こんなこともわからないのかと。まあ、パッと思いつくのは、誰だっけな、大悟か。メンタリスト大悟ですね。お前は慶応義塾大学を卒業しているのに、こんなこともわからないのかみたいな。そういうことを言って、学校に行ってる人、まあ、ひいては慶応義塾大学に通ってる人全員を敵に回してるわけですよ。で、そういう思考回路をしてきてずっと今まで来てる。で、この半年ぐらいも、多分思考回路変わってないんですね。まあ、散々本当に勉強してるのかと。勉強机が、引き出しのところに、かぶさってて、それじゃ引き出し開かないよねっていう風に言われたとしても、続けると、続けるじゃないか。その言った人をブロックしたんですよね。ブロックしたということは何かしらの図星をつかれたんじゃないかなと。で、もしくはその人が、よっぽどのひどい罵詈雑言、誹謗中傷を浴びせてた、としか考えられないんですけど、まあ、そういう指摘をする人が誹謗中傷をしてるとは思えないので、まあ、おそらく前者だろうなと。図星をつかれたから、もう二度と自分に関われないようにブロックしたんだろうなというふうに僕は思ってしまいましたね。まあだから結局お前変わらんかったなと立浪監督節が出てきてしまいますね。お前ら変わらんかったなと、まあそういう感じですかね。まあそうですね。まあ高校受験も本当にしたかどうかもわからないしね。そもそも受けれるのっていう話ですよね。公立って内申点があるから、内申点を見られるから、結局全部オール1、不登校だったからオール1のユタボン君に、そもそも公立を受験できる資格があるのかっていう風なところでも疑問でもあったし、まあ多分私立はお金がないからなのかわからないですけど、まあ多分でも公立のことしか言ってないんですよ。で、私立の受験のことは言ってないから、おそらく、まあ、受験、多分、知らなかったんじゃないのかなっていう風に思いますね。なんか、とりあえず、学校からは公立の入試の情報だけが入ってきて、で、私立は、まあ、入ってきたのかもしれないけど、何かしら、お金がないのかもしれないですけど、まあ、何かしらの事情があって受けなかったか、もしくは、意図的に受けなかった。もしくは、私立の入試っていうものを全く知らなかった。この3つのうちのどれかだと思うんですよね。でも、正直、わざわざ公立受験するのに、私立を受験しないって、あるかっていう風な、感じではあるんで、だから、おそらく、まあ、三つ目、全く知らなかったのだろうなっていうふうに僕は個人的には思いますね。で、おそらくこの入試自体もパフォーマンスだと思うんですよ、僕は。
なんかそういう風なうがった目で見てしまいますね。うん、まあ、本当だったら、まあ、お疲れ様でしたっていう風に言いたいですけど、うん、まあ、でも、今までの行動が行動だったから、もう、なんか何も信じられないんですよね、正直な話。だから、まあ、これは、おそらく、パフォーマンスなんだろうなと。なんか注目を浴びたいから、X でお金稼ぎをしたいから、YouTube で、お金稼ぎをしたいから、こういう、僕は生まれ変わりました。入試を受けます。っていう風な、ポジションを取ってるんだと思うんですよね。結局、中学1年の時は、学校に行くなと。俺はロボットになりたくないから学校に行くな。言ってたのに、言ってて、で、中学2年だったかな、あれは。2年で、2年生の時に、ユタボンスタディー号って言って、こう、全国を暗夜してたわけですよね。で、中学3年の2学期になって、やっぱり学校行きますと。生まれ変わりました。僕は入試に向かって勉強します。これって結局1年ごとに、スタンスが変わってるわけですよ。で、これはもうずっと僕はこの動画の冒頭から言ってきましたけど、インプレッション稼ぎ、お金稼ぎ、これ以外の何者でもないと思うんですね。その時その時で目先の利益を優先して、あ、これを今言ったら再生数が稼げるぞとか、これをこういうスタンスをしたら、なんだ、インプレッションが稼げるぞという風な感じで。で、結局その土台の部分が何にもないんですよ。土台の部分がもう3年間の部分丸ごとなくて、なんなら小学校の4年生ぐらいからもう一切土台が作られなくて、今のうちに来てしまったから、結局、その、長的な目線とか自分が本当は何になりたいの、なりたいのかっていう情報が全く入ってこなくなっちゃったのかなと。全く入ってこないまま、その場その場で、ポジションを変更して、スタンスを、変えて、で、こう、なんとか今までやりくりしてきたのかなっていうふうに僕は個人的には感じてしまいましたね。で、そうさせる父親にも大きな罪があるなというふうに思いましたね。はい。という感じですかね。なんか、公認を取って、医学部受験しろだの、なんだの、こう、なんか医者が、麻生医師だったかな。医者の麻生さんが言ってるんですけど、おそらくあれも、こう、ちょっと、からかう気持ちもあると思うんですよね。まあなんか、僕だ、罪だなと思うんですけど、麻生医師も罪だなと思うんですけど、まあでも、これは、まあ、文句は言えないよねっていうふうに僕は思うんですよ。ずっとそういうふうな感じで、こういうふうなポジションを取ってきたわけじゃないですか。ずっとこう学校を批判して、学校に行くなというふうに言ってきて、で、こう、いざ自分が中学卒業すると、こう、何も手元に残らなくて、で、こう、なんか、どうしようみたいな、今、ポジションを取ってるわけじゃないですか。高校落ちました。で、これからどうしましょうみたいな。そういう風なポジションを今取ってるわけじゃないですか。で、そのポジションを取った時に、いきなり麻生医師が声をかけてきたと。そういう風な感じですよね。だから、これは、ある意味では願ったり叶ったりなんですよ。麻生医師っていう、まあ、結構有名な、医者の方が声をかけてきてくれたから、また、こう、ユタモンっていう名前が広がるわけじゃないですか。でも、それは、彼らにとっては、都合のいい話なはずなんですよ。都合のいい話なはずなんですよ、これは。だから、願ったり叶ったりなんじゃないですか。結局、小中学校の、9年間、最初の方行ってたから7年間の、その損失っていうのはめちゃくちゃでかいと思うんですよね。国語とか算数の基礎的な知識もなくて、で、国語も算数もない、入れてない、頭の中に入れてないから、その考え方がわからないんですよ。言葉がわからないから、結局、情報を得ることもできないし、逆に情報を発信することもできないんですよ。で、その結果どうなったかっていうと、父親が、仕込んだ薄っぺらい、そういう、インプレッション稼ぎの知識だけ、入れちゃって。だから、こう、ずっとその場その場で、その日その日で、意見をコロコロ変えてる。学校行くなって言ってみたり、今から学校行きますとか、入試、受験勉強頑張りますとか、言っちゃって。で、その、時は、例えば、今までユタボンってそういうことを、学校行くなとか言ってたのに、心を入れ替えたんだと。彼は、成長してるんだっていうことを、になって、で、一時的にインプレッションが伸びるんだけど、結局それだけ、なんかそういうのの繰り返しですよね。まあ、そういうのの繰り返しでここまで来ちゃったんだなというふうに、余計に感じましたね。あと、言うの忘れてたんですけど、なんか高校、沖縄の公立高校って定員割れしてるらしいんですよ。で、定員割れしてるのになんで落ちたんだっていう話になると、定員割れを起こしてる学校でも、やばい家庭とか、やばい生徒は絶対に取らないみたいな、そういう方針があるらしいんですよね。だからこれに従うと、ユタボン君はちょっと、高校側からもうお前は入れたくないよと、うちの学校に来ないでくれ、人数が
今の状態じゃ足りないけども来ないでくれと言われてるっていう状態になっちゃってるんで、まあ当然っちゃ当然ですよね。まあなんか、うん、まあ正直な話、誰が入れたいんだと、というふうな感じですもんね。うん。まあ、しょうがないかっていう感じですね。はい。まあもう、そうですね。まあ、ゆたぼんくんの動画はこれから作るかどうかわからないですけど、まあ、とりあえず、まあ、ゆたぼんくん、まあ、まあ、元気でやってほしいですけどね。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。今日は、以上にしたいと思います。まあ、締めがなんか、あれですけど、まあ、今日は以上にしたいと思います。面白いと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録お願いします。ということで、ゆたぼん、バイバイ。